ますよ。何ですかこの荷物は。この荷物。今日カホセイちゃんは一学年最終日でした。で、学校に置いてあった自分の持ち物を全部持って帰ってきたんですけど、抜き打ちチェックです。何が出てくるかチェックさせていただきます。担任の先生からカードもらったの。これはこの本、うん、あ、最後に先生から本のプレゼントがあったと、うん、ナンバーワンニューヨークタイムズベストセリング。なるほど。カードもらった。カードもらってるんだ。担任の先生からのメッセージ。日本楽しんでねって書いてあるんだな。そうだね。うん、じゃあまずせいちゃんのカバンの中からいきましょうか。あ、せい、今全部出した。うん、まずナルトの鉛筆ケースです。1年の初めにかなりいっぱい物を入れて渡したんですけど、さあ今どれくらい物が入ってるでしょうか。開けてもらっていいですか。こちらまだ、あ、まだ少しある。少しなんだよ。ペンとかもいろいろ入れてあげたんだけど、奇跡的に戻ってきたのが多かったですね。せい、ゴムドン、ドン。今年で10個ぐらい入れてあげてる。気づいたら誰か違う人に。どういうことだろう。あれ、手前のポッケとかは何も入ってないんですよね。手前はね、マスクだけで、奥にちょっと入ってますね、まだ。なんだこれ。え、あ、それ甘い。え、ちょっと待って。これさ、お皿持ってきて。ヘルスマンスでくれたビスケット。このビスケットやばいよ。粉々ですね。どれくらい粉々か開けてみましょうか。クリスマスいつだったの。マーチとか。マーチってことは3ヶ月ぐらい前の。うん、なんだこりゃ。じゃあこれパパにあげよう、お土産って。でも美味しかったよ。私その場で食べた。いや、食べれるでしょ、だって。うん、食べれるとは思うけど。そうなの。粉々だと思います。結構うまいね。うん、あとは、クセのカバンは。いや、他は入ってない、大丈夫。じゃあ、せいちゃんのロッカーに入ってたもの見てみましょうか。まず、リコーダー。この間テストがあったんだよね。上手にできた。頑張った。そしてこれはロッカーをちょっと2段にするために買ってるかな。と、冬はブーツを入れなきゃいけないんで、ブーツ置きでしょ。そして体育館用のですね。かかとが、かかとがこちらが A の1年間の作品。あー、マイスター。よし、全部出してみよう。それはポートフォリオっていう。ポートフォリオ、ポートフォリオ。いくよ。さあ、何か興味深いみたいな。 You saw nothing. 芸術的なものが。なんだよ。この辺のファイルは本当に勉強ですね。勉強、勉強。あら、成績表が出てきた。これダメだ。教えて、wait。 これは何ですか。 Let me show the mark。 リコーダーテストです。リコーダー。わーいの。ポエトリー開けてもいいですか。ポエトリーっていうのは詩のことですね。ママ、見て見て。 Give me it。 Give me it。そういうし、歌って呼んでいいですか。これはライティング。セイが書いたエッセイを読んでみましょうか。エッセイ？なんでエッセイだ。エッセイじゃないの。コンピューターにある。あ、コンピューターなんだ。エッセイを書くためのプリントね。そうそうそう、セリフのレポートを読もうかと思ったんだけど。ピンクシャートデーはいじめをなくそうっていう日に書いてた。あ、そう、これ読んで。これ読んでいいの。そば、ベビーグッドポエム探してた。なんかあるのかな。これ可愛くない。半分かけてるやつ。基本的にこっちの学校は宿題だけしか持って帰ってこないですね。それでも荷物重いけどね。なんかこれ、あ、それみんな全員注目。これサイエンスの I'm a human body。 これパパとやってたやつだ。 I think。 あー、はいはいはい。おー、せいがプレゼンしたやつですね。はいはいはい、懐かしいね。シーム式の。いや、なんか自分で書いたのなかったなかった。ないないない。あー、でもただのガイダンスみたいな。ガイダンス。残念、詩は残ってなかったですね。ないですね。あ、フォーケンはい、じゃあ次、母ちゃんです。まず
カバンの中からチェックしましょうか。カバンの中からチェックしましょうか。なにこれ、友達にもらったバケツ、そしてカホの大好きな五条先生の筆箱っていうかさ、なんで筆箱3つもあるのかな。これが色鉛筆で、これがいつも使うやつで、これがハイライトとか他の。重すぎでしょねえパパ。でこれ今日もらった粘土お菓子。そんな懐かしいです。漫画漫画が出てくるぞ。3冊も漫画、すごいね。そのバッグのなんか異次元だわ。あ、これは PC、 いつもかおちゃん持ってて、はいはい、PC のコードとかが入ってる。ちなみにかおちゃんの筆箱もチェックしてみましょうか。汚そう。まあまあまあ、油性ペンのコード呼びまして、友達に作ってもらったブレスレットブレスレット、すんごいいっぱい壊れたもの、袋、割り箸。なんでこれを作るために持ってきた。これ壊れちゃったじゃん。友達が作って壊れちゃったもの。細かいものがいっぱいありますね。勉強に関係ないものがいっぱい出てきますよ。どういうこと。そしてあと PC、 PC ここにある。パパ本当にあと他何も入ってないかチェックしてください。はい。あとカホちゃんの PC、 変なもの出てこない。カホ緊張してるよ。あそこに隠してるね。なんだこれは。あーこれがブレスレット、ブレスレットのパーツ。そしてそれ何。あーこれシンプルキンプ。それももうさすがに外していいんじゃないの。ママもお願いしたの、日本行くとき外してほしいって。そうだ。大人っぽい素敵なバッグなのに、それで一瞬で。これ誰誰なのこれ。リラックマだよ、リラックマ。見て私のこの自信作。最近カホが作った惑星って言ったらいいの。新プラスゲットしたんだよ。地球でしょ、太陽でしょ、マーカリー、すごいじゃん、ビーナス、ビーナス、マーズ、マーズ、ママ、ジュピター、サタン、ソーラーシステム、ユーレーナス、ネプチューン、ネプチューン。動くけどめっちゃ難しい。下に棒があるの。やばいね、結構すごい、ね、アマゾンの箱ですね。はい。そしてカオちゃんのロッカーの中身は何。友達にクリスマスにもらった紙、この写真かわいいからロッカーに貼っといてる。これはロッカーにマグネットつけってやつ。いやなんかいろいろあるよ。ちょっとこれ日が暮れるぜ、これ全部やったら。これ何。なんかいろいろ書いてある。これはなんか昨日ロケットを作って、うん、それの雑なブループリント。ステコちゃんはやっぱ女子なんで鏡がいる。そして日焼け止めの粉、ピンクシャートで。あ、かほちゃんもピンクシャートで。なんで日焼け止めの粉。何それ。見てこの見てこれ、これ私の自信作。こっちの方が自信作なんじゃない。めっちゃ絵描いてる。授業ちゃんと聞いてたの。聞いてたよ。ノートいっぱい。1年間使ったノート。使ってない。はい。アート。アート。カタツムリですね。PC ケース。汚い。なんかあるかい。カホのファイル。これに全教科のノートが入ってる。っていうのはこうやって先生たちがこう分けて入れてくれたけども、かほちゃんは自分で一つにまとめてますね。そういうことなんだ。でこっちはうちはスチュールとエンドアスーツで。はい。パパどうですか感想。やっぱそのソーラーシステムはすごいね。すごいじゃん。すごいもの。これ誰が今から片付けるのかな。ママとパパ。ほらどうするの。取っとくの。全部は取っとかないでしょ。パパの声が裏返った。ケラ、お前は、お前ただ、ファイルに入れといて、ケラが後で取っとくかみたいな。いや、かわせちゃん、1年間お疲れ様でした。じゃあ、バイバイ。9月から新学年が始まるんで、そうだね。頑張ってください。新しいわ。せーの。
バスファンドと同じクラスに入りたい。クラスはどうなるか分かんないからね、うん、まあ9月楽しみにしてましょう。バイバイ。それではお願いします。じゃあみんなにお別れしますよ、せーの、バイバイ。